ヘルメスは地球近傍小惑星の一つでアポロ群に属する。1937年10月28日にドイツのカールラインムートが地球から約77万キロメートル離れたところを通過しているのを発見したが5日間観測された後にその後の追跡観測でも確認できず長年行方不明になっていた。2003年10月にロニオズのブライアンスキフにより 撮影された画像から、ティモシー・スパールにより66年ぶりに再発見され、軌道も確定した。ヘルメスがなかなか再発見できなかったのは、直径1キロメートル未満と小惑星の中でも小さい方であり、また近日点の頃に地球軌道の内側に入り込んで交差している上、大きな楕円軌道のため地球や火星などを通過する、時に接道を受けるので軌道が変わりやすく、 不安定であるためでもある。ヘルメスは2003年11月4日には地球から約720万キロメートル離れたところを通過したが、軌道の計算によれば1942年4月には地球から63万キロメートル、月から36万キロメートルの地点を通過していたなど、将来地球に衝突する可能性のある小惑星でもある。ヘルメスは アレシボ天文台の電波望遠鏡によるレーダー観測により直径約300から450メートルの2つの天体が約1キロメートル離れて14時間弱の周期で互いに回り合っている二重小惑星であることが分かった。衛星のカリフ号は S-20031 である。ヘルメスはギリシア神話に登場する青としがみであり、ゼウスとマヤの間に誕生したことされる。 オリュンポス十二神の一柱であり伝令神でもある。現在では、軌道が確定した小惑星のみ正式な小惑星番号と名前が与えられるが、ヘルメスは仮不合しかない段階で、ラインムートにより命名がなされたため、長年の間、番号が振られる以前から名前が付けられていた、けうな例となっていた。すべて英語、ありがとうございます。